タッピ先近くにある、津軽海峡、冬景色の可避生還連絡船メモリアルシップ、発甲田ま横にある、津軽海峡、冬景色花火避、津軽海峡、冬景色は、1977年1月1日に発売された、石川さゆりの15枚目のシングルである。当局の大ヒットにより、石川は同年末の、第19回日本レコード大賞化少賞、 第6回 FNS 歌謡祭グランプリ、最優秀歌唱賞などの音楽賞を獲得した。石川がアイドル歌手から本格的演歌歌手へと変貌した曲であり、その後も演歌を代表する楽曲として世代を問わず親しまれている。もともと1976年11月に発売された石川のコンセプトアルバム365日恋模様の一曲だった。 少女が大人の女へと成長していく1年間を12曲で描いた同アルバムの最後を飾る12月の曲として制作された。タイトルが先に決まっており、三木隆が作曲したメロディに悪優が作詞をした。その際に悪側から津軽海峡を冬景色のフレーズで終わるように要望があった。歌詞の内容は東京を経って本州最北端の青森県にたどり着き、 津軽海峡を越えて北海道に渡る人々を描いた女子詩である。この曲は当時東京都にとって北日本への玄関口であった上野駅から夜行列車に乗り雪が降る青森県青森駅で降りて黙ったままボーディングブリッジを渡って本州から津軽海峡を隔てた北海道函館駅に向かう青函連絡線へと乗り継いでいく人々の描写がある。すなわち 北海道に縁がある人々の移動を表現したものである。歌詞には青森県の風景が織り込まれているが、青森県民の日常的行為ではない。発売当時、首都圏と北海道との間の交通手段は、青函連絡線を介した日本国有鉄道の列車があった。この頃は、東北本線経由の白鶴、八甲田、常磐線経由、 ユーズル、トワダなどの夜行列車があり、青函連絡船への接続を前提に多数、運転されていた。歌詞は、脱皮先の階層までで、青函連絡船上の津軽海峡で、北海道に帰る女性の心情をトロフさせて終わる。この曲はミキが、作曲だけでなく、編曲も手掛けている。イメージの中の荒波がどこかにあったので、イントロから作り出したと、NHK スペシャル。 ミキ・タカシ時代を彩った作曲家で語っている。イントロのテナーサックス演奏は佐野正明。歌のタイトルの津軽海峡の後に中黒を入れた理由を悪自身は覚えていず、後には津軽海峡冬景色という一つの象徴語なので中黒は不要だと考えるようになったという。高度経済成長期の1960年代以降、東京都と札幌市との間の移動は、 従前の国鉄と青函連絡線の乗り継ぎから飛行機の時代に次第に移行していく。1970年代初頭には東京国際空港と千歳空港の間に日本航空のジャンボジェット機の運航が始まり、1974年以後は青函連絡線の利用が減少傾向に転じるなど、本州と北海道との間の移動の障壁の象徴である津軽海峡は、 次第に存在感を失っていくことになる。累計売り上げはミリオンセラー。津軽海峡、冬景色屋の花のように。ありがとうございます。